サルバ、キールマ・ヤルディは、南スーダンの政治家。現在、同国大統領。南スーダン独立前は、スーダン共和国の第一副大統領であり、南部スーダン大統領であった。リンカ化人であるが、南部スーダン自治政府の初代大統領ジョン・ガランとは、部族が異なる。敬験なカトリック・キリスト教徒である。1960年代後半からアニャニャに参加して、 第一次スーダン内戦に参戦した。1972年のアディスアベバ合意の時点では、まだ無名の兵士であったが、1983年に、ジョン・ガランが、スーダン人民解放軍を立ち上げると、第二次スーダン内戦では、軍事経験の乏しいガランに代わって、戦闘指揮を取るようになり SPLA の参謀長として活躍した。2004年にはキールを追い落とそうとする勢力との、 構想で SPLA は内部分裂の危機に陥った。2005年、キールも尽力した南北包括和平合意が署名されると南部スーダン自治政府の副大統領に指名され、同年7月にガランが自己死すると公認としてスーダン共和国第1副大統領及び南部スーダン自治政府第2倍大,大統領に就任した。キールは穏やかな人柄と 控えめな言動、輝かしい軍歴から SPLA だけでなく民衆からも人気を得た。2009年のキールの演説、来たるべき住民投票は国の二級市民のままでいいのか、それとも独立国家で自由人になるのかという選択だという言葉はスーダンとの間で政治的緊張を起こした。2010年、 キールは4月のスーダンの大統領選挙で争う意思はないと語り、代わりに南スーダン自治政府の大統領選挙に集中すると、しスーダン人民解放運動の独立という運動方針が再確認された。4月の大統領選挙にて、得票率92.99%という圧倒的大差で南部スーダン自治政府大統領に再選され、続いて、 スーダン大統領のオマル・アル・バシールはキールをスーダンの第一副大統領に再指名した。2011年7月9日、南部スーダンは南スーダン共和国として独立し、キールは初代大統領に就任した。2013年5月、南スーダンの大統領として初めて訪日。5月31日、安倍晋三内閣総理大臣との首脳会談を行い、 翌6月1日から第5回アフリカ開発会議にも参加した。2013年7月23日、キールは大幅な改造のため、自身の内閣の全閣僚と、与党スーダン人民解放運動の主要幹部をすべて解任した。同年12月14日には、クーデター未遂事件が発生。これを退けたが、事件の首謀者を7月に解任した。 マシャール前副大統領と断定して追及を行った。2018年7月12日には議会によって大統領任期の3年間延長が承認され、2021年までとなった。2020年2月22日にはマシャールとの合意に基づき算定の連立政府が発足した。3年以内に独立5発の選挙を実施し、正式な政権発足を目指す。 同性愛に関して、もしも誰かが同性愛をスーダンに輸入しようとするのならば、それがいつであれ、皆の手で裁かれるであろうと語っている。アメリカ合衆国のジョージ・ W ・ブッシュ大統領と会談した時にブッシュ大統領からプレゼントされた黒色のカウボーイハットをトレードマークに身につけている。ありがとうございます。